70代のフラワーデザイナー坂根フラワーチャンネル始まります。皆さんおはようございます。いいですよね、はい、別にね、また嫌だったら止めればいいです。の材料でミモザのリースを作ります。こちらの方はわざわざ遠いところから、愛媛県からお越しくださいました。私の、坂根フラワー のチャンネル登録者、つまり視聴者ってちょっと言いにくいんですけれども、視聴者様でとってでも私の YouTube を動画を詳しく何度も何度も見てくださっている方です。コスモスのリースなんかは先生何回見たかわからないっていうような方ですね。そしてどうしてもミモザのリースを作りたいというのでわざわざ今日見えられました。初めてではないんでしょうけれども、グルーガンが怖いので左の手に手袋をしております。やけどをしないためにですね、しております。本当にグルーガンって危ないですからね、注意してくださいね。そして10秒から20秒ぐらい押さえないと剥がれてしまいますので、しっかりと押さえるように目打ちとかね、竹串とかそういった熱のつ来ないようなもので、伝達しないもので押さえてください。でグルーガンはね、意外と糊をたっぷりつけないとかえってね糸を引きますので、たっぷりとつけてくださいね、と言ったようなことを、まあ YouTube だけ見てるだけでは先生わからないところがたくさんあるんですよ。そして概要欄のところに材料をずっと書き出してください。そしてね、あんまり早送りしないようにって言われました。早送りするとね全然わからないそうです。ですから今日はまあ、あえてゆっくりさせていただいております。そして例のウイルスちゃんですね、コロナウイルス、こちらの方からお聞きして私びっくりいたしました。志村けんさん、俳優の志村けんさんが重篤なコロナウイルス肺炎になられたそうで、今生命維持装置をつけられて、呼吸器に酸素マスクですね、それをつけてもうすごい重篤なことになってるんですよって聞いて、って思いました。なぜかというと私も70代ですからです。免疫力が私の孫10代
で、まあ、100%、 そしてだんだん薄れていくわけですね。そして60代の人で 20%、 70代で 10%、 80代で 5% ということで、やはり年齢が高い方が重篤になり、最悪の場合はというようなことになりますので、私もあまり外に出たくないですね。本当に皆さんもご注意してくださいね。若い方でも大変なことになってる、ことがツイッターとか YouTube で上げられております。まあ、若いというなんか筋トレをされてるようなね、とっても普段から丈夫な方でも危ないそうですので、本当にウイルスちゃんは二重人格者です。そして油断は大敵でございます。手洗いは手洗い、うがいはもとより、もう私たち2人もその前に消毒を、手をね2人消毒いたしまして、そしてレッスンを行っております。もう本当に生命の危機でございます。このリースっていうのはライフリターンと言いまして、命のよみがえりというような本当に魔除けのリースでございます。そしてミモザで、まあ、春の訪れを告げる、本当はウキウキしたこの季節なんですよ。そして私お昼からシャンソンのレッスンに行ってまいりまして、本田美奈子さんのアメージング、アメージンググレイスっていう歌がもうなんかしんみりいたしまして、志村けんさんのね、お病気が早く治りますように、早くウイルスちゃんが収束しますようにと願いながら私歌っておりますので、どうかよろしかったら最後までお付き合いください。ポロンと落ちるから、oh.
ー